USJ。おはようございます。USJ です。新しい朝、やってきました。今日のハワイ、寒くなりました。夜中ずっと風吹いて雨も降って、今朝だけど、どんぐもりです。今日は太陽出ないんじゃないかな。もう360度グレー状態ですね。そして寒い。で、うっそーなんて言うけど、よくあることだよね、こんなことね。はい。また寒くなりました。なので、サーフィンは行かないで、クリッチトーストを食べます。今日はサラダトッパーをパラパラっと。以前の四角いトーストになります。僕がこうやってね、リピートしてるメニューは美味しいやつですからね。僕はやりたくないことは無理やりやらない男なので、リピートしなくなってるやつは大体、まあそんなでもないなっていうやつですね。美味しいものはリピートします。これも美味しいですよ。大好き大好き。楽しみだな。いただきます。これです。うん、うまい。この種がね、リスになった気分になって食べることができます。これもフランスパン系のパンなんだけど、パンに気泡が、こういう穴が開いてるの、ボコボコボコって。そこにたくさんクリームチーズが詰まってるところがあるんだよね。そこがうまいよね。大当たりって感じだよね。うん、うん、うまい。うん、ああ、うまい。毎朝これが食べれるって幸せだよね。あ、そういえばこの朝のクリームチーズ、2日ぐらい休んだかな。仕事で忙しかったです。がっかりさせてしまって申し訳ありません。僕ね、 YouTube がやってる人のね、告知するあの伝言板みたいなやつあるでしょ。今日は何時からこれをやりますみたいな。あれはね、あの機能は登録者数が1000人いった人じゃないと利用できないんだって。僕利用できないんだよね。あれが利用できるんだったら、今日のクリームチーズトーストの配信はお休みしますとかってパッパッパッとこう出せるんだけどね。うん、残念。うん、うまい。香ばしい、パンが香ばしいです。ほら、風吹いてるでしょ。ほら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 、ナチおいで。来た、来たか。せバン。ね、はい、どうぞ。名前ちゃん、アイスコーヒーもあります。おいしい。残り半分いきます。こんな感じ、これが乗ってるだけでヘルシー志向みたいな感じだよね。いくら食べてもカロリーゼロみたいな、だったらいいんだけどね。いただきます。
うん、うまい。うん、うん、おいしい。うん、おいしいわ。最後の最後の一口です。うん、うまい。最後の最後の一口です。はい、偉いなあ。ナイヤ、ちゃんと待ってる。いるんだな、ナイヤ。なひまわりの種です。終わりです。今日も大満足です。変態いきます。変態。おはようございます。ドローンの空撮の動画で僕はね、パパオネオネビーチだと思ってましたが、パパオンオンビーチという説も上がってきました。僕あそこのビーチね、なんていう名前だか全然知らなかった。多分ここら辺に住んでる人もあのビーチの存在を知らない人もいるかもしれないし、あそこのビーチの名前何って言っても答えられる人いないんじゃないかなと思うぐらいマイナーなビーチです。でもあんだけ綺麗という、不思議だね。多分ね、パーキング場が少ない、何台かしか止められるところがないし、そのパーキングするところもちょっと危なげなところかな。だからあそこのビーチを使う人は湾みたいになってるんだけど、あのコンドに住んでる人たちか、あそこら辺の近所の住民しか行かないと思う。うん、だからね、ガラガラです。でめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。はい、ただあそこはね、ライフガードもいないし、お店も何もないです。トイレもないです。そして綺麗ですねって評判良かったので、昨日も同じところを撮りに行きましたので、まだ編集はしてないので、でも何日かしたらそれも、第2弾パパオンオンビーチ。多分僕はオネオネだと思うんだよね。字面からしてハワイの言葉だと思うので、ハワイ語だったらオネオネって呼ぶんじゃないかな。ただ知る人ぞ知る、そんなようなビーチです。うん、あとタイヤ交換のね動画も上げました。カスコはね安いと思います。そして今僕が乗ってる車のタイヤっていうのがちっちゃなタイヤ、小型車だからね。そして大衆車なので、大衆向きのタイヤって結構安いでしょう。僕はこの車乗る前はフルサイズのピックアップトラック乗ってたので、ああいうサイズのタイヤはめっちゃ高いですよ。もう値段は忘れたけど、目玉飛び出るぐらいの値段取られるけどね。ただ今乗ってるやつは一番需要のあるタイヤみたいな感じなので、やっぱりそういうのがいいよね、経済的にはね。うん、燃費もいいし、パーツも安いしみたいな。そしてカスコで買うとアフターケアもいいです。
動画の中で言い忘れたけど、タイヤのローテーションも無料でやってくれるし、バランスも無料で取ってくれるし、もうそんな特典があります。あと保証期間もね、それなりに何マイルまで保証ですみたいのもあったけど、なんか使ったことないですけどね僕ね、はい、あとね、親父トークがね、受けてる人には受けてますね。はい、でもあれ本当そうだよね。しつこいかなこれ。僕が20歳とか20代30代の時から考えたら信じられない水着今着てるよねみんなね。うん。食い込んじゃってるやつなんてごく一部の人たちだったけど、今ほとんどの人が食い込ましてる。で、あれこう、お尻の割れ目の中にこの生地がもうめり込んで入っちゃってますので、角度によってはもう水着つけてないのと同じ、お尻のほっぺたがそのままプルプルンとこう出てますのでね、錯覚しますよね。下半身あれつけてないのみたいな。そしてですね、僕はパドルボードでしょ、寝そべってこうやってみんな漕いで、上から目線で見えちゃうわけですね、あれ。しょうがないよね。見られたくない人はそういう格好しないでくださいって言いたくなりますよね。なので見たいとかじゃなくても自然に目に入ってくるわけですね。そしてあですよね、こうですよねと批評をしてるだけですね。はい、あんなね、生地はほんと少ないよね。あれ、あんな少ない生地で高いお金取るんだね今はね。変なのデザイン代っていうのがね、あれもですからね、あの水着の色によってはですね、肌に近い色とかしてる方いますでしょう。目を疑う時ありませんね。一回見たけど、えっ？こういう感じで下すっぽんぽんみたいな。はい、ワイキキすごいとこですね。さあ腹も膨れましたね。それでは皆さん、今日も仕事頑張ってください。僕も頑張ります。はい、こんな天気ですのでね、仕事の時間までちょっとゆっくりします。頑張ろうねみんな、いってらっしゃい、またね。